2024年1月17日、アメリカの軍事評価機関、グローバルファイアーパワーは、世界の軍事力ランキング2024を発表したので、詳しく見ていきましょう。日本の評価は7位だけど、次世代護衛艦の性能や潜水艦になどに注目されていたようだ。お隣の韓国は5位で、そこと対立する北朝鮮は36位であるという。日本の建造能力は、今や世界屈指になっている。やはり、輸出は、今後必須になるかもしれませんね。F3 戦闘機開発加速してほしいものです。世界の軍事力ランキング付けの権威性も高いアメリカの軍事評価機関、グローバルファイアーパワーが、世界の軍事力ランキング2024を、2024年1月17日に発表した。この格付けは、世界145カ国の人口、兵力、兵器数、国防予算、地政学上から見た位置のほか、戦略などにおけるロジスティックス、経済力、天然資源の入手状況など、核兵器能力を省いた50以上の要素が総合的に評価されたパワーインデックス、軍事力指数のスコアを国別に算出している。それらを踏まえて、総合的な軍事力ランキングとして、2016年から毎年発表されているものであるが、軍事力指数は 0.0000 であることが完璧とされ、要は0に近ければ近いほど軍事力が高いのだ。1月に出された最新版の世界の軍事力ランキングも2016年以降から変わらず、1位アメリカ 0.0699、 2位ロシア 0.0702、3位中国 0.0706 となっていて、この3カ国のランキングは不動であるもののポイント差は僅差となっているのがわかるだろう。トップに君臨しているアメリカは金融や資源のカテゴリーで圧倒的な数字を示しているほか、予算、兵力、技術力などの要素において他国を大きく引き離しており、この先も世界第1位の軍事大国であり続けるでしょうね。続いて第2位のロシアは、2022年2月に始まったウクライナ侵略戦争によって、戦車や装甲車などの大量損耗があり、世界第2位の座を中国に譲るのではないかと噂されていたが、2024年版では、どうにか踏みとどまっているのは、さすが軍事大国という声が上がっていた。しかし、現在も続くウクライナ侵略戦争では、西側の軍事専門家の予想を裏切って、ランキングでは、はるか下にいたウクライナ軍の前線と協力国の策略によって長期化してしまい、これまでに戦車をはじめとする大量の装備や兵員を失っているのも事実である。この戦争が長引けば長引くほど損失は増大することが予測されているほか、西側からの経済制裁が継続して行われることにより、かなり落ち込んだ軍事予算がさらに不足するとも言われていて、数年後にはロシアが順位を落として、ランキングが大きく動いても全く不思議ではない。ロシアに続く第3位の中国は、利用可能なマンパワーと海軍艦隊の強さの分野で1位であることから、総合で3位の座を守り続けていて、ここ最近は経済が揺れ動いていると言っても十分な力を持っており、中国における軍事費は2020年の時点で約27兆円とアメリカに次ぐ規模である。中国の国防費は、ここ30年で42倍にも増幅しており、急速に軍事力を高めようとしていることは明らかで、これまでの量に頼る方針を質の向上に変更したらしく、軍事における最新技術の開発を進めているようだ。それらに加えて、7億人以上もの潜在的軍事力を持っているため、近い将来ロシアを抜いて第2位にのし上がるのも時間の問題だろう。この三大軍事大国から、世界の国々との間は、ポイントで、ものすごく差が開いているけど、この最新版の軍事力ランキングにおいて、周辺国と比較して、兵力では、大きく劣る日本の自衛隊が、0.1601 ポイントで世界第7位と評価されている。その格付け理由として、海自護衛艦などの海洋戦力が、周辺国と比べて優位性が高いことや、航空母艦への改修が進められている、出雲型護衛艦や、最新鋭 FFM の木上型護衛艦などに搭載されている高度な軍事技術などが評価されたようだ。
また、世界的に注目されているのが、三大軍事大国に次ぐ4位の国であり、ここ数年は、インドが、この順位の常連となっていて、2024年においても、0.1023 ポイントで第4位となっていた。2023年4月に発表されたインドの人口は14億2860万人に達しており、中国の人口14億2570万人を290万人も上回るとされ、一人っ子政策の影響を受けて出生率が低下していることなどから、これまで人口ランキング世界第1位であった中国を抜いて、インド人が世界最多の人口となった。このことを理由に、利用可能な兵力人口、現役兵力、準軍事兵力において、国の人口の 47% のマンパワーが利用可能とされていることから、中国に次ぐ2位となり、軍事予算や技術力が不足している点は、安価な労働力で補う形となって、軍事力ランキング第4位の座を守っている。さらに、近年は、海外からの戦闘機購入を増やしたり、国産空母の建造にも取り組んだりして、最新の軍備を整えながら戦略強化もしており、インドが数年後にはロシアを抜いて中国に次ぐ第3位の座を奪い取る日も近いだろう。また、お隣の韓国は2023年のランキングで第5位だったイギリスを抜いてインドに次ぐ第5位となり、近年における軍の近代化が評価されたのでしょうね。現在、韓国と休戦中の北朝鮮は装備の古さや経済力の評価が低いことなどから、0.5313 ポイントで第36位と落ちていて、2019年には第18位まで来ていたが、年々評価を下げていき、軍事ランキング上の韓国との格差がより大きくなった。しかしながら、この軍事ランキングの要素に核兵器が入っていないため、北朝鮮が核兵器を保有していると見さされている以上、この格付けのみで、韓国が、北朝鮮に優位な立場にあると言い切れるものではない。当然、ランキング第2位のロシア、第3位の中国、そして北朝鮮に囲まれている西側陣営の韓国と日本は、マンパワーで勝る中、世に対抗するためにも、軍事技術において常に先進的である必要がある。しかし、近年では中国人民解放軍の近代化は、アメリカと肩を並べるほどに成長しており、例えば、アメリカが苦労して実用化を成し遂げた最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級高原子力航空母艦に搭載した電磁カタパルトを自国技術で開発に成功させた。それを現在偽装中である国産の003型通常動力航空母艦福建に搭載しているほか、極超音速滑空弾の開発と実用化においてはアメリカを追い越し、日本も以前のように軍事関連技術で中国を上回っていた時代は過ぎ去っている。2023年の国内総生産 GDP において、日本は米ドル換算でドイツに抜かれ、これまでアメリカ、中国に次いで第3位の座を守っていたものが、1994年にGDP の統計が主要指標となって以来、初めて第4位へと転落した。中国を起点に発症したコロナ禍による経済停滞や円安ドル高の為替の動きが影響したとは言っても、日本の経済発展が顕著に右肩下がりを示していることは間違いなく、今後の軍事ランキングにおいても、日本がさらに順位を下げるのも時間の問題だろう。日本経済の低迷は当然のことながら、防衛予算にも影響を及ぼすことは明確であり、その目処をこれまでの GDP の 1% から 2% に引き上げたところで、肝心の GDP が大きく落ち込んでしまっている以上、あまり意味をなさないとする声も上がっている。結局のところ、軍事ランキングが下位に落ち込んだとしても、これはあくまで数値上の指標であって、軍の強さを表すものではないが、顕著な下落は、中国やロシアに対する抑止力の低下につながる可能性は十分にあるため、日本は軍事技術の向上を図るとともに、落ち込んでいる経済成長を以前のように右肩上がりに戻す必要があることも否めない。特に中国の民事的戦略で日本の土地がどんどん買われていて、いつの間にか占領されていた国とならければいいのだが、
平和ボケしている国民の皆さんはどのように考えているのでしょうか。